サリク・アンドレ・アシアンはアルメニア出身の映画監督。主にロシアで映画制作を行っている。20代の頃から低予算のコメディ映画の作り手として多くの作品を手掛けていた。2014年にヘイデン・クリステンセン、エイドリアン・ブロディ主演のクライムスピードでハリウッド進出。その後はロシアにてハリウッドスタイルのアクション映画や SF 映画を 精力的に制作している。彼の多くの作品は、カンバしい評価を得ておらず、クリティカンストボーやメガクリティックといった、ロシア内メディアで国評を得ている。また、アメリカ合衆国のレビューサイトロッテントマトズにて、クライムスピード及びガーディアンズが掲載されているが、いずれもロッテンの評価を得ている。一方、1988年のアルメニア自身を題材とした、 グラウンドブレイクと市壊滅は彼のフィルモグラフィの中では比較的高評価を得ており、第89回アカデミー賞のアカデミー、外国語映画賞にてアルメニア代表作品となった。ありがとうございます。